さて、行きますか。はい、こんにちは、ジャムです。今回はドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルド復活をやっていこうと思います。ということでね、行ってみましょう。ラダトーム編ですね。前回は、旗取り戻した後で建築パートをやっていこうというとこだったんですが、今ね、それぞれみんなね、お願いしてる建物があるんだけど、まあ、ただ、ムツヘタさんがね、霞をくれなくなっちゃったので、まずはね、キッチンから作りましたよというとこでしたね。でね、あとね、もう敵がね、攻めてくるので、拠点の全体像としてはね、この外観の壁は活かしたいかなと思ってるから、ちょっとね、この穴開いてるとこを先にね、ざっくり囲ってしまおうかなと、今回はね、思いますということでやっていきましょう。だから欲しいのは壁ですね。壁って、あれ？壁はないのか？ちょっと待って、ね。これはあれか、一回壊して素材としてゲットすれば、どうしようかな。ざっくり外観残して作りたかったんだけど、ちょっとこの辺もらいますか、一旦。いや、あれか、それでも別に何か増えるわけじゃないか。あ、こっちか。ああ、こっちだね。はい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 。城の壁地はブロック壁。城壁の土台か。で、城の壁は、普通に城壁の中央部に向いてるということなので、城の床、城の飾り床。なるほど、なるほど。あ、で、玉座も必要ですね。金がないといけないから、まあ、ちょっとあれか、探索しないといけないんだね、これどっちにしろ。しばらく建築パートなのかなと思ってたんだけど、依頼されてる玉座の材料がね、ないみたいなので、探索もね、またしていかないといけないけど、まずはね、城をね、囲っておきましょうということで、そうだね、下から2段は、城の壁地でいいのかな。あ、全部これにしちゃうとでもこっち作れないか。今マックス作ろうと思うと、まあ280。そうか、これ必要な素材一緒だね。だから104、まあ100個ずつ作っとくか、とりあえず。とりあえず、城の壁地と、城の壁、これをね、100個ずつ作って、これでね、まずは囲いを作っていきましょう。OK。そしたらこれが城の壁地で、これが城の壁か。そうね。まあ、とりあえず、じゃあ、その二つを使って並べていくか。ちなみに、これがまだ城の壁でしょ？で、これが城の壁地なわけだけど、そうだな、この旗って壊せないよね。どこまで壊せない？それによってね、拠点の中どこにどう作るか変えたいから。あー、なるほど。これどうすっかな。
後でなんか作るかもしんないけど、一旦ここ、このラインで描こうか。この下に土台があるこのラインで一旦ね、あの、お城囲いましょう。ちょっと、これ壊さなきゃいけないな、そうすると。アレフガルドレキテ、一回壊しますか。そうだね、まあ壊しちゃうとちょっともう読めなくなっちゃうと思うんで、まあどうしようかなというところではあるけど、まあ一回読んでるからね。OK。だったら、まあ、一旦この辺も壊して、後で何か作るとしても、お、石の作業台初ゲット扱いだ。ちょっと壊しちゃいましょう。初めて本ゲット。で、そうね。まあ、このラインに沿ってとりあえず土台作って、まずはね、敵が入ってこないように囲いに、していきましょう。部屋壊れちゃうけど、まあ土台設置だね。でここを、壁で一応埋めて空き部屋にはしておく。あれ、ここもか。そうだね、まあここも、一旦寝れるように部屋にしましたが、こうだね。で、空き部屋完成。次は、将来的に玉座の間に、ちょっと待った。将来的に玉座の間になるはずのここですね。ここも埋めておきましょう。とりあえず外壁ね。あれ。窓とかね、後でつけるかもしんないけど、一旦覆っておこう。ざっくりね。まあとりあえずこんなところか。もう敵がね、攻めてくるようにはなってるから、一番外の囲いだけでもね、おっと空腹。なんか宝箱から出てきたカエルのやつ食べておきましょう。で、こっちも外壁をとりあえず、これが土台だっけ？そうだね。そういえば俺このさ、まあいいや、とりあえず一旦、囲ってから話そう。まあ外から見てとりあえず敵が入ってこないぐらいの高さに、だけしておけばいいかな。オッケー。あ、拠点を狙うモンスターが現れた。そう、こういうのが入ってきちゃうから、あーって全然スルーで入ってきてるし、兵士の人も頑張れ。はい、オッケー。そう、敵中があるから、こうやってね。まずは塞ぐところから行きましょう。とりあえずこんな感じでいっか。まあ、ここに関してはね、ちょっと部屋にしておいてもいいんだけどね、空き部屋でいいから。空き部屋でいいから部屋の形にしておくか、ついでに。こんなとこか。で、ちょっとまた夜になるとモンスター出てきちゃうから一旦寝ておきましょう、早めに。ふう。さあ、そして再び作業再開。ここも塞いでおこう。
とりあえずね、部屋で必要な高さまでは塞いでおきますか、一旦。なるべく元の感じを残しつつってところかな。まあここに関してはね、もうちょっと後でね、その外のセーブポイントも含めて何かしたいけど、一旦ここまでで部屋にというか、敵が入ってこないようにだけ、しちゃいましょう。これあれか、半地下で下行き来できるようにしたりしたいかもね。でだ、ここもちょっと一旦壊れちゃうけど、レンガキッチン、床をしっかり直しておく。 OK。 あとはもうここだけかな、囲いは。そうね、とりあえずこんな感じで OK かな。そうだね、とりあえずこれで城壁ができましたよという感じですね。じゃあ門作ろうか。門については、これ鋼の大扉、これを使いましょう。鋼の大扉がぴったりだよね。で、玉座っちだからやっぱ正門ここなんだよね。あれ鋼の大扉って4マスだっけ。あ、ちょっと待って、そうか、だとしたら、この辺、一旦ここまで壊して、これで置ける？あ、置ける置ける、 OK。 そうだね、これでいいか。ちょっと希望の旗が 3×3 なのにね、扉が4マスだったりとか非対称になってしまうんだけど、まあほぼほぼ入り口そのまま再現できたかな。そしたらこの上は、ちょっと閉じておくか。そうね、そうだね、とりあえずこんな感じにしておきましょう。OKOK、 これで入り口ができた。そうだな、これで入り口できましたよということで、壁とね、入り口の修理ができたね。あとは一旦ここ出入りできるようにドアにしとこうか。まあ勝手口的な感じでね。でだ、そうだな、一旦ちょっと壊せるかどうかのチェックをしたけど、戻しましょうか。土埋め立てて、
植林場的なものをじゃあこのスペースに作っておくか。拠点内じゃないと木が育たないからね。一段低くてもいい気はするし、まあ同じ高さにしてもいいんだけど。とりあえずあれだよね、これが拠点の角だから、そこを越えたら木育たないから、一応目印としては残して、まあそれこそちょっと目印にこれを角に置いておくか。んで、ここ植林スペースにしようか。7本しかないけど。まあでも実際実用性を考えると、西部のね旗が邪魔だから、ここ植林場にするのはあんまり良くない気はする。ただ日暮れてきたし、また寝てね、ちょっとちゃんと育つかチェックしましょうか。オッケー。あ、育ってるね。オッケーオッケー。じゃあここで木材集めることにしましょう。ついでにもうちょっと苗が手に入ればいいかなということで、この辺を壊しておく。そうね、まあ周辺の、清水巻きもね、もうちょっとしたいかなというとこですね。さてさて、オッケー。苗木3本追加。これですでに植えたのと合わせて全部で10本かな。まあとりあえず植えておこう。さあそしたらちょっと城の中の草とかも刈って、この辺の地面もね、城の床にしていきたいかなというとこですね。ほい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 。あとは城内の一時的に作ったねレストランとか、この辺も壁をねやっぱ土から直したいかなという話もありますね。 OK、 とりあえず、目玉焼き作っておきましょう。そうだな、染料とかも必要だよな。スライムを倒しておかないといけないかもしれないね。で、まだ誰も作ってくれないけど、これはもうちょっと住人増えないとダメなのかな。だとしたら、まあ一旦やっぱりね、作ってって言われてるやつを作る方に、舵を切りますか。確かね、レシピというか設計図をねもらってたのもあったんだよね。どれだ。あれ？ちょっと待って、どこ行った？あ、これか。玉座の間の設計図。まずは、じゃあ、これを一つと、あと、六つ下の設計図。この二つですね。やっていきますか。あと、大倉庫を使った倉庫ってやつもあったんだけど、それについてはね、自由に作っていいよということだったので、ここはこうだね。玉座の間の設計図。敷きましょう。ま
まあちょっと床がね、まだ荒れ放題のはずなので、そこもね、手直ししたいけどね。お、拠点を狙うモンスター現れた。ただ入れないでしょう、今度は。一応どこから来てるか、見てみますか。こっち側からさっきから来てる気がするけど、あれ違うな。どっから来てる？敵はどこから来てますかと、そっちか。オッケー。大丈夫かな。さて、で、玉座の間がここですね。あ、しまった。城の壁地で一番下の段はやれってなってるから、俺が勝手に埋めちゃったところも本当は、城の壁にしてくれ、城の壁地にしてくれって言ってんね、これ。なるほど、なるほど。で、玉座二つ必要だから、素材集めが必要ですね。鋼の扉は、まあ、もし素材手に入んないようなら、入り口に使ったやつをもう一回置き直すとかで、とりあえずね、達成はできるかなと。なるほど。要するに、この段かな？この段が、多分ここの段が、城の壁じゃなくて城の壁地じゃないといけないのかな。あ、そういうことだね。じゃあちょっとここだけ直しとくか、気になるから。一回置いちゃった一回置いちゃった分ね、気になるから、まあこの辺だけちょっと壊してやり直しておきましょう。OK かな？うん、合ってんね、とりあえず。多分あれか？ここも地かな？ここも、城の壁地で一段目は覆うということで、良さそうですかね。はい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 。この内側も覆っていくのかな？ OK。で、これで城の壁地は覆った。次は、城の壁でここ、外壁作っていってねということみたいですね。足りないな。足りないけど、とりあえず置いていくか。ん？あ、そうか。ここ埋める必要ないのか。ここからか。まあ、だったら足りないんだし、外すべきかと思うけど、まあ、しっかり二重で、作っていきますか。あ、そっか。さっき壊しちゃったんだね。一旦、そうだね。そしたらね、ちょっと待って、ムツヘタさんの部屋どうしようか。あ、ちょうどいいか。ここに置こうかな。これ壁が併用できるんだったら、ここでいいと思うんだけど。一旦これで置いてみよっか。あ、OK、壁使えてますね。はい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 。まあそしたらこれはこれで、作っていきましょう。あ、シャナク魔法台はここに置けるのか。
なるほどなるほど。じゃあ置いとくか。あれずれちゃった。そうね、まあとりあえずこれはこれでやるとして、そしたらこの辺に一旦置いとくか。作業に必要な台は、そして城の壁を作る。城の壁の方が足りなかったから、まあまた100個ぐらい作っておこう。OK。で、日が暮れる前に一旦休んでおきましょう。よしよしよし。ここ欠けてんのも気になるから埋めとくか。で、まあ壁をね、とりあえず張っていきましょう。で、ここも多分外壁いらないんだけど、なんとなく見栄えで、ここは、二重壁にしておきましょう。OK。登れなくなってるけど。まあ、登れなくていいんだけどね。OK。壁はとりあえずこれでいいのかな。で、こっちの部屋もうちょっと壁だけ張っておくか。あ、違う違う。一段目はあれか。一段目は城の壁地ですね。ほい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 。で、普通の城の壁で二段目を作る。ここもか？なんかさっき見たときここもだった気がするんだよな。あ、そうだね。ギリギリ。オッケー。そしたら、照明と収納と、照明と収納と木の扉か。木の扉俺持ってたかな。持ってないね。持ってなさそうなので作りましょう。ついでに壁食材、食材、壁食材だよね。壁食材を一つ作っておきましょう。さらに木の扉ですね。これも作る。木の扉できた。あとは、収納ですね。OK。じゃあ今回は、玉座の間の壁と、むつへたさんの部屋を作って、そこまでにしようかなという感じですね。OK。食材どこ行った？食材。まずは収納箱、木の扉、あと明かりの壁食材。あ、これか。そうだね、これがあれば OK だよということですね。壁食材、収納、木の扉。OK。はい、むつへたの、設計図完成。ちょ、床が占いの間を初めて作った。 OK できました。お、良いではないか。なんと素晴らしい。さすがは。ちょっとかぶってて読めない。まあむつへたに話しかけるか。うおー、素晴らしいぞ。わしの占いの間を作ってくれたのじゃな。これでビルダーのそなたが進むべき道を正しく示していくことができようぞ。
リルダーの重要な責務の一つは竜王を倒す準備を進めることにある。実はノージャンゴ、竜王を倒すためには、竜王の住む魔の島へ行くには虹の雫という特別な道具を作り出さねばならぬらしいのだ。あ、橋がかかるやつだよねこれ。しかしその原料はこのラダトームの最も深い闇の中に封印されておるという。そこがどのようなところか、そこで何が待っておるのか今はわからぬが、わしはこの占いの間で何とかその場所を探し出し、いつかそなたに伝えよう。そしてその闇の扉を開ける最後の鍵の製法も調べてみるつもりじゃ。ジャンゴ、大地の精霊ルビスと偉大なる預言者であるわしがついておる限り、安心して次なる導きを待つがよい。カッ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 、急にこんな笑い方になった。まあ、とりあえず、ムツエタさんの依頼は終了ですね。オッケー。まあ、ちょっと床がね、気になるけど。まあ、とりあえず今回は、外壁と、ムツヘタさんの占いの間を作りましたよということで、ここまでにしておこうかな。次回は玉座作りたいとは思うんだけど、まあ、ただ材料が足りなそうなので、ちょっと探索とかになるかもしれないですね。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしようと思います。OK。ありがとうございました。よいしょー。